ゃった。ありがとうございました。いや安心してくれます。謝罪が来ました。さあそれでは世界の荒い本物のナリーカー、これをスプーンシビックで追っかけたいと思います。本物のナリーカです。これをスプーンシビックで追っかけたいと思います。外気温15度、吸気温度62度、だけどね、全日本ラリー車だからな、FF で総合の表彰台に立つ男、荒井博樹、早いんだよな、軍祭の主だからね。ついていけるか。
げえナイスだね。はい、わーよいしょすごい。あ、ありがとうございました。いや、安心してくれます。じゃあ、さっきのちょっと楽しかったです。楽しかったですね。あ、楽しい。競技者は早いね。でも後ろにぴったり土屋さんついてましたからね、うん、ついてましたよね。ミラクルピッカーついてましたよ。やっとやっともうね、もうああいう跳ねるところで離される。いやハイスピードってことね。跳ねちゃってるから、はいはいはい、跳ねで離されちゃった。普通の低速だとぴったりついてるから。あれは楽しいですね。いや、楽しかった、よかったよかった。本当に面白かった、はい、すごい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、無事に最後土屋さんと僕のラリー4のアタック、スティーブさんどうでした？最高でしたね。た初めてのラリーカーに乗ったこと、初めてのプジョーも初めて乗りましたよ。プジョー初めてなんですね。初めてなんですよ。あらヨーロッパの車にあんまり乗らないってプジョーは特に アメリカにあまりないから。ないんだ。びっくりしましたよ。早いし、はいはい、あの前回の最後のうわーってもうびっくりしましたね。レブに当たってましたからね。見てましたよ。もう聞いてたし、ミッションの音とそのセクエンシャルの、そう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 、あれはすごいな。よりもすごい運転の仕方、もう勉強になりますよ。でも土屋さんぴったり後ろついてましたから。ミラーサイドミラーから、そうそうそう、あれなんかすごいってずっとついて、スプーンの城本さんがこの仕上げた、新型シビックタイプ R、はい、なかなかこうえげつない速さだったんですけど、いやなんか結構この群差にぴったり疲れると思わなくて。でもどうでした、実際見てみて外から。あのレーシングカー、いや純レーシングカーじゃないですか、はい、やっぱその圧倒的にレーシングカーとナンバーがついてる、はい、ストリートカーの差っていうのをものすごく感じましたね。あのセットアップ、レーシングカー、ラリーカーのセットアップっていうのがロングストロークの、あの足リバウンドストロークがとにかく多いんで、はいはい、あの多分どんなところでも常に4輪を設置させながら、はい、安心してドライバーさんはアクセル踏んでいけるんだろうなっていうのがもう外から見てても動きで分かるんですよね。あ、そうするとあそれ早いよね。いくらパワーに差があっても、はいはい、うん、だから、ね、僕らもストリートが、ね、うん、メインになるんで、そうするとラリーカーのセットアップっていうのはすごく参考になるなと思っていつも。 ありがとうございます。山中さんはどうでした？一言いいですか。ドライバーがまずすごすぎて、はい、ここ通っていく速度、あ、さっき雨降ってたんですよ。今やんでますけど。はい、はい、あれだって何キロで出たんですか？いやでも160キロぐらいじゃないですか。160キロですか。160キロぐらい、うん、160キロって一般の方で出す速度じゃないですからね。まあでも最後あまりにも多分俺も土屋さんも楽しくてもう握手しちゃったもん。土屋さんありがとうございましたって。それぐらいあの楽しい走りで、いやもちろんスティーブさんも楽しんでもらえて、まあすごいいい一日だったなというふうに思いますので、はいはい、バックミラーであの、ね、スプーンさん の, そのリップとこのホンダ、もう車自体がかっこいいんだけど、マジでサイドミラーから見て、ね、あのハウスさんあの、ね、土屋さん の運転でこう前でも見ると、うん、レースカーじゃないんだけど、めっちゃかっこいい。ありがとうございます。やっぱりストリートでこれで走れたら、俺もいつかなんかじゃあぜひできたら買いたいなと思ったんですよね。素晴らしいです、かっこいいです。はい、ということでまたぜひあの機会があったらまた群祭ぜひ遊びに来てください。うん、はい、次はあ冬かな。冬ですね。冬がいいんですかね。そう、スノーで。おお、スノードリフトが、はい、いいね。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。改造車買取専門店改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。